ず三輪です。自分で役立たずとは言いつつも、まあそこまででもないっしょと思っていました。でも特急呪霊の襲撃でみんなが命がけで戦っている中、爆睡茶をかましてしまい肩身が狭いです。あと私の刀を打ったのは誰ですか？舞のお姉ちゃん？